お疲れ様です。というわけで本日9月24日だったかなに発売するポケモンの拡張パックフュージョンアーツの新しい情報が追加で公開になりました。パッケージポケモンにもなってるミュー VMAX とかその辺のメインの VMAX ポケモンについては以前に動画で取り扱っていて、すでに対戦動画なんかもあるんでね、気になる人はそちらをチェックしていただくとして、ミュー以外の新しい VMAX ポケモン、それからポロポロとそれ以外の非 V のポケモンとかも公開されたんで、そちらについて触れていければいいなという感じです。あ、ちなみにこれ撮ってる時点での話なんですけど、僕発売した日に開けれるフュージョンアーツ1パックもないっすね。まあなんでここで新カードについてウッキウキで話したところでね、当日パック開けれるかはわからんっていう、まあいいや、今に始まったことじゃないしね。この辛い世の中を共に生き抜いていきましょう。というわけで本日公開されたカードの中だと多分目玉になるのがシャンデラ VMAX、 それからシャンデラ V のラインだと思うんですけれど、シャンデラもすごいポケモンとして人気高くてちょいちょいカード化されてるイメージあるんですけれど、今回は炎タイプでの収録となりました。とりあえずテキストの方を確認してみようと思います。進化元の方が HP200 炎タイプの種ポケモン、技を2個持ってて、炎1個怪しい光、相手のバトルポケモンを混乱にする、炎無色ポルターガイスト、相手の手札を見てその中のトレーナーズの枚数かけ40ダメージ、弱点が水逃げ根が2と、まあ進化前はゲンミミよりちょっと弱いポルターガイストを持ってるって感じなんですけど、あとワンチャン怪しい光で遅延するかみたいな。で、こいつも VMAX 前提にはなるんですけれど、進化すると HP320 の炎タイプの V 進化ポケモン。特性呪縛のカゲロウ。このポケモンが、はい。このポケモンがバトル場にいる限り、相手は手札からポケモンの道具を出して使えない。で、技が1個になってて、炎無色、大ポルターガイスト。相手の手札を見て、その中にあるトレーナーズの枚数、かけ70ダメージ、弱点が水逃げ根が2と。特性自体は、まあ、凶悪ってことではないんですけれど、そこそこ妨害としては優秀で、まあ、いろいろありますけど、特性で妨害できる一番大きなところとしては、風船とかタフネスマントあたりなんですかね、最近だと。まあそれ以外にも最近ってポケモンの道具どのデッキにも基本的に採用されてるカードではあるので、その辺のカードをこいつがいるだけで腐らせることができる。でなおかつポケモンの道具っていうのはトレーナーズとしてカウントされるので、相手がポケモンの道具出せずに手札に溜め込んでると大ポルターガイストの火力も上がるっていう、特性と技がそこそこ噛み合ってて良きかなと。あとは要求エネルギーも炎無色と少ないんでね、先行2ターン目から技を打っていけますね。それから要求される色が炎無色っていうところも優秀で、ウィークガードエネルギーなんかを採用できるんで、弱点の水タイプに対しても抗えてかなり好きです個人的には。最近水タイプね、白馬とか水君 V とか強いやつ増えてきてますから、具体的にデッキとして組むならまだギリギリ使えると思うんですけれど、グッズロックのオムスターとかと組み合わせることになるんですかね。あいつがなんだっけ、化石のしがらみっていう特性を持ってて、自分のベンチが相手より少ないと相手は手札からグッズ出して使えなくなるっていう、まあかなり強力な特性を持ってるやつがいるんですけれど、あいつ出してバオシャンデラとオムスターぐらいにしてやって、そうすると相手グッズ使えないよね、じゃあ手札にトレーナーズいっぱいあるよね、ダイポルターガイストみたいな。あとはオムスターと同時期ぐらいにびっくりボックスっていうグッズも登場していて、あれも使えるよな。まだ相手のトラッシュからトレーナーズ1枚選んで相手の手札に加えさせるっていう効果なんですけれど、まあ、あれ1枚で実質打点プラス70っていう、戻してやるカードグッズにすればそもそもオムスターで使えないんで、そのカードも。でそれ対策で相手もベンチ絞ってきた場合も、トラッシュにポケモンがあるんであれば、最近はヤマビゴホーンっていうすごく優秀なグッズもあるので、無理やりオムスターの特性の条件を満たすこともできると。ただそのオムスターってだいぶ悲しみを背負ってるカードであって、ガチでわけわかんないことに進化元の謎の化石っていうカードがあるんですけど、それだけレギ落ちしてて使えないんですよね。ガチで謎の化石になってる。ただ一応救済措置的なのはあって、ポケモン研究所っていうスタジアムがあるんですけれど、それあると謎の化石から進化するポケモンを直接ベンチに出すことができるんですよね、山札から。ただそのスタジアム使うと自分の番終わることになるので、基本的には1ターン目に、まあそうだな、ブルーの探索とかスタジアムナビあたりで気合でポケモン研究所に触りに行って、シャンデラ V も置いて手張りしておいて、次の番から進化手張り、オムスターに進化、グッズロックしつつ大ポルターガイストみたいな動きが理想にはなりそうです。デッキの中身を種ポケモンシャンデラ V だけにしてやれば確実にスタートができる上、当然引き直しのリスクっていうのがあるんですけれど、ただそれで相手がこっちの引き直しの分追加で手札ドローすると、その分ポルターガイストの火力も上がるっていうバグがありますね。基本的に火力が運ゲー寄りにはなるんですけれど、ある程度他のカードと組み合わせることで妨害もしつつそこそこの火力も担保できるので、個人的に結構注目してるカードではあります。
あと VMAX のイラストの質感がすごく個人的に好きですね。シャンデラスペシャルアートあってくれるといいな。でもこいつフュージョンも一撃も連撃も書いてないから、なんか他のよくわからんポケモン V にスペシャルアートの枠奪われてそうな気もするんだよな。であとはヒーブイのポケモンが数種類公開されてるので、まあ軽く触れておこうと思うんですけど、まずは一撃のメルメタルとメルタンが出ましたね。こいつらはまあそんな強くなさそう。以上で連撃のスターミーとヒトデマンが登場しました。スターミーは若干面白そうな効果してますよね。水エネ1個連弾スター、こいつについてる水エネルギーを好きなだけトラッシュして、その枚数分相手のポケモンを選ぶ。1匹を2回以上選べる。その後選んだポケモン全員に弱点抵抗力を計算せず、選んだ回数かけ30ダメージ、まあ、こいつについてる水エネトラッシュした分だけ30ダメージ好きなとこばらまけますよっていう技なんですけれど、基本はまあ水タイプなんでモスので水エネルギー大量に加速して、技打った後はトラッシュに水エネルギーが溜まるんで、ルリナなりクララなりでトラッシュのエネまとめて回収してもう1回始動みたいな動きはできそうですね。HP90 なんでレベルボールで回収しやすいっていうところと、連撃ポケモンなんでメッソンのどんどん呼ぶで展開することができ、終盤はそのメッソンがインテーロンに進化することでクイックシューターで打点の増強もできると。あとは投げつけ猿の特性にも対応していて、望遠スコープも貼るとベンチの VGX への火力も最大プラス60されると。あとは基本的にまあ火力がかけ30なんで VMAX とかね、なかなか倒しにくいとは思うんですけれど、ある程度削っておくと終盤連撃のバスラオなんかでダメ感2倍にして倒したりできるっていうのもいいですね。モスのであいつ即起動できるし、なんか話すだけ話してると意外と面白そうではあるんですよね。デッキとして回るかは別として。でそれからあのデオキシスがね、なんかコラ画像みたいな感じになってますけど、なんかフュージョン一撃連撃ポケモンであるデオキシスが登場しますね。無色3つでフォトンブーストっていう技を持ってて、80ダメージ。こいつにフュージョンエネルギーついてると80ダメージ追加。こいつはまあ雑に紹介すると何でもできそうって感じはするんですけど、まあフュージョンエネつけれるし、タブレットで火力も上がるし、ヘルガーで一撃の方向で一撃エネつけれるし、カリンで火力も上がるし、悪の塔で捨ててカードもドローできるし、連撃エネルギーにも対応してるし、メスのトクタンでサーチできるし、水の塔で逃げ寝ゼロになるし、あと一撃連撃の各種巻物もつけれるんでね、まあ、こいつ主役にして僕の考えた最強のデオキシスデッキ選手権なんかが流行りそうだなと思いました。あと個人的には一撃デッキに入りやすい超ポケモンが今まであんまりいなかったんで、ワンチャン一撃デッキに今後同系意識とかで選択肢に入るかもしれないですね。技も無色無色無色なんでね、まあ普通に打ちやすいと思います。で本日ラストの1枚マラカッチ、こいつもめちゃくちゃカード化されますけど、なんでこんな優遇されてるんだ。こいつもポイポイシェイクがちょっと面白そうですね。草無色、自分の手札からポケモンの道具を好きなだけトラッシュしてその枚数かけ50ダメージ。今ってなんだっけ、冒険のカバンとかないんでまとめてポケモンの道具なかなか手札に揃えにくいんですけれど、欲張りスの特性とかで山札からかき集めて気合で殴って、トラッシュにポケモンの道具溜まってきたらダッソダスでもう一発みたいな使い方がちょっと強いんかなとか思ったり思わなかったりしますね。まあなんかコンボデッキの主役にはなれそうですね。はい、というわけで、まあ、本日公開されたフュージョンアーツの新カードはこの辺りなんですけれど、やっぱシャンデラ VMAX がちょっとデッキとして組んでみると面白そうだなっていうふうには思いました。まあ発売まであと1ヶ月近くあるんでね、まだまだ新カードこれから公開されていくとは思いますけど、そちらの情報も楽しみに待とうと思います。じゃあ今日の動画はこの辺でご視聴ありがとうございました。バイバイ。